ならせひらごまわせみらぼう、さんざんな気分の夜にこんなはずじゃなかったと嘆いたって始まらないんだ。もしも君が今も暗い恐れるなら声に出して歌うんだよ。そう、イエーイイエーイイエーイ。 B マイナーだけじゃないですね、弾けないのがね。1、2、3、4、5、6。鳴らせひらの回せミラーボー、散々な気分の夜にこんなはずじゃなかったと嘆いたって始まらないんだ。もしも君が今も暗い未来を恐れるなら声に出して歌うんだよ。今からって時に君はそんなこと言うの？だって時間がお金が心に余裕がない。完璧なシナリオなんてこの世に存在しない。だから夢見て返して、全てはそれからだろう。目が覚めたらコンディションがイエロー、雑音消したイヤホン、それかどっちでもいいなら言っとけ。このチャンスとタイミング大事にしろよ。手あげて羽飛んで、あそぼせ、鳥になって猿になってゴー。サンダードなナンバーズチップサンダー、心の声聞こえたらさ、バディタンデンというバンドの曲なんですけど、次にやるのがイギリス人という私が本当に一番好きなバンドの曲で、そのバンドもラジオをやっていて、
まあ、今夜あるのかな、月見公園放送局というラジオを 先週かな聞いていて、まあ、難しい曲はカポをつけてキーを変えれば弾けるんだよって、カポってそういう使い方するんだっていうのを知って、カポをつけたら今まで弾けなかった曲がいくらか弾けるようになったので、とは言っても B マイナーがまたあるんですけど、好きな曲を1曲、宇宙人という曲です。 1,2,3 はい、と思ってたんですけど、ツイッターとか見ていると皆さんの日々のこう暮らしがちょっぴり垣間見えたりとかして、まあそんな中でも今日緑の日は出れなかったんですけど、まあ、ヨハンさんにこの歌が届くといいなと思って、ヨハンさんから頑張ってのコメント来たマジっすか、急に緊張感が高まってしまったこの曲をじゃあヨハンさんに送って終わりにしたいと思います。私をロフトに連れてって駅のホームで約束したよね。いつの日でもあなたからの知らせを待ってるよ。新宿ロフトに連れてって奥の薄暗いバースペースで堂々とウイスキーコークを寝飲ませてよ。街を出て上京するっていう
こと私知ってた、ずっと知ってた、いつも Be my な一緒にいればわかるよ。うちらの街にパンクの店はたった一つしかないから、気の利いたものあげれなくて、でもにいいもの選んだんだ。みんなが言うけれど、私をどこかへ連れ去って、駅のホームでいつでも待ってる、いつの日でもあなたからの知らせを待ってるよ。私をどこかへ連れ去って、誰がどんなになんとほざこうと、いつの日でも変わらない人を一人知ってるよ。新宿ロフトに連れてって、奥の薄暗いバースペースで堂々とウイスキーコークを飲ませてよ。私をロフトに連れてって、どこか遠くの知らない街でも、いつの日にかあなたの夢ねえ叶いますように。ありがとうございました。おお、はい、改めてましてこんばんは、四条と言います。先月ハイスタンダードのコピーバンドで出させていただいたんですけど、まあちょっと調子乗って、今度はまあ弾けもしないギターでちょっと弾き語りでチャレンジしてみようということでちょっとやってみますんで、まあちょっと本当にギターはノリで弾くだけなんで、温かい目で見守っていただければと思います。よろしくお願いします。じゃあ1曲目、最近たまたまあのベースでコピーをやったので、まあそのノリでギターも弾けるかなみたいな感じでなんですけど、LA ガーデンの虹という曲をやります。きます。気休めぐらいになればいいよ、道に迷って引き返して、時間だけ過ぎてゆくけど、積み重ねた思い出とか音を立てて崩れたって、僕らはまた今日を記憶に変えてける。薄い氷を割らないように下を向いて歩く僕は、簡単に虹を見落とした、どこにでも行ける自由を失う方がもっと怖かった。積み重ねた思い出とか音を立てて崩れたって、僕らはまた今日を記憶に変えていける。間違いとかすれ違いが僕らはまた今日記憶に変えていける。
これでいいと思った。重ねた思い出とか音を立てて崩れたって、僕らはまた今日を記憶に変えていける。間違いとかすれ違いが僕らを切り離したって、僕らはまた今日を記憶に変えていける。触ったら全然エレキと感覚が違えと思って、ちょっとダメですね、すいません。続きましてですね、まあもともとアンイージーっていうバンドをやってまして、まあちょっとそのバンドが最近もう全然活動ができなくてって感じなんですけど、まあそのバンドで初めてここでスタジオライブとかもやらせてもらったりとかしたことがありまして、次そのアンイージーの曲からアライブっていう曲をやります。
前とかめっちゃ、まあ、緊張する方なんですけど、ちょっとやっぱ一人はまた違った独特の緊張感というか次はまた引き継いでちょっとね、やっぱ後ろとか横を向くとね、人がいるっていう安心感がありますね。いやだからずっと弾き語りでやられてる方はちょっと、ね、このちょっとした孤独感に打ち勝ってやってんのすごいなって伝えられる。自分なんか何も感じないしないし、それが大間だから一人から始まって本当にやるのか分かんないし、ね、一緒一人だよ。そうですね、ちょっと私もそういう無の境地を目指して頑張りたいと何も思わないですね、そんな感じで、最後の曲です。昔から好きだったあの尾崎豊の、僕が僕であるという、うんうん、まあ、僕が僕であるためという曲を、はい、最後にやって終わりたいと思います。じゃあいきます。ため息漏らしていた。だけどこの目に映るこの街で僕はずっと生きていかなければ。人を傷つけることに目を伏せるけど、優しさを口にすれば人はみんな傷ついてゆく。僕が僕であるために勝ち続けなきゃならない。正しいものは何なのか、それがこの胸にわかるまで。僕は街に飲まれて少し心を許しながら、この冷たい街の風に歌い続けてる。
Thank you.
はい、おしまいです。ありがとうございました。おー、なんかすごい。うん。